宝くじ幸運の女神が県庁を訪れ、ジャンボ宝くじを PR しました。宝くじ幸運の女神で鹿児島県出身の福永愛理さんが県庁を訪れ、渡辺淳一総務部長に現在販売中のハロウィンジャンボ宝くじを PR しました。一等前後賞を合わせるとハロウィンジャンボは5億円が、ハロウィンジャンボミニは5000万円が当たります。ハロウィン当日の日はその当選銀で皆さんでハロウィンパーティーを楽しんでいただいても楽しめると思いますし、ジャンボ宝くじの収益金の一部は市町村の事業に役立てられていて、昨年度のハロウィンジャンボでは県内でおよそ1億6500万円が災害対策や図書館の運営費などに使われました。販売は17日までです。